皆さんこんにちは。今回は、とある心霊スポットについて取り上げます。心霊スポットといっても、別の意味で怖い廃墟なのですが。最近、とある廃墟について調べてほしいというリクエストをいくつかいただいております。その廃墟というのが、バイオハザード研究所と呼ばれる廃墟で、かつて茂田動物薬品工業の研究所でした。有名な話なので、ご存知の方も多いかと思いますが、この会社は何度も問題を起こして最終的に倒産、現在建物は廃墟になっています。どのような問題を起こしていたのかというと、社長が過去に有印私文書偽造で逮捕されていたり、遺伝子組み換え生物に関する規制法に違反していたとして厳重注意を受けていたり、最終的には未承認の薬物を販売したとして逮捕され、その後に倒産したことになっています。このような経緯から、恐ろしい生物実験を行っていたバイオハザード研究所と呼ばれ、廃墟マニアの間で話題になっていたわけです。廃墟内には、腐ったような何かが放置されていたり、薬瓶などがそのままになっているなど、非常に危険な廃墟となっており、ネットで話題になってからは荒らされ放題になっています。この会社、悪事ばかりではなく、鳥インフルエンザワクチンの開発を世界で初めて成功させるなど独自の技術も多数有していた会社でした。ちなみに遺伝子組み換え生物に関する違反についてですが、この会社は遺伝子組み換え技術によってワクチンを製造しており、組み換えウイルスを使用した実験をするにあたって確認申請を怠っていたために厳重注意されています。なので、生物兵器を作っていたというような怪しいことをしていたわけではありません。しかしながら、この会社について、ある陰謀論が囁かれているのも事実です。それが、鳥インフルエンザウイルスによるバイオテロ疑惑であり、当時茂田と対立していた養鶏場が標的になったと言われています。過去に、吸熱汚染キャンペーン、という問題が起きました。鶏卵や加工品に対して、吸熱に感染する危険性があると、マスコミや茂田動物薬品工業の研究機関、人獣研、が触れ回ったのです。当然困るのは鶏卵業者であり、日本養鶏協会が吸熱感染のリスクはないという声明を出しています。このように、養鶏場と茂田は対立構造にあり、その後2005年、茨城で突如鳥インフルエンザが発生しました。この感染源は特定されておらず、救命チームの資料にはウイルスが持ち込まれ不法に使用された可能性は否定できない、との記載があり、当時対立していた茂田がばらまいたものであるという陰謀論まであります。このような陰謀論は2000年代中期頃からネットで囁かれているのですが、2020年に廃墟からとんでもないものが見つかります。文春オンラインの記事ですが、廃墟を探索した香取氏が廃墟内で、ある議事録を拾ったそうです。内容は飲み会の会話を文字起こししたもので、上記のような内容が記載されていたそうです。鳥インフルエンザに感染した鳥を埋めたという発言や、ある人によって、県が調査するのをやめさせたという話まであります。真偽は不明ですが、昔からネットで囁かれる陰謀論を裏付けるような議事録です。これが事実であれば、確かにバイオテロが起きていた可能性がないとも言い切れません。そして、この会社は今も名前を変えて存在しているらしいのです。さて、バイオテロがあったのか、についてですが個人的には可能性は低いと思っています。というのも、2005年に突如流行した鳥インフルエンザですが、新調が陰謀ウイルス、であるという記事を出しました。しかし、養鶏協会はバイオテロ、について否定しており、その根拠も掲載されています。さらに、2005年の鳥インフルエンザの感染経路について救命チームの詳細な資料を確認すると、このような記載もあります。バイオテロに関しては検出されたウイルスが弱毒タイプであること、複数の農場で発生しているにもかかわらず、不審な動きの情報がないことなどからその可能性は現時点では低い、との記載があります。ですので、養鶏場を攻撃する目的、ではない可能性が高いです。
では廃墟で見つかったあの文章は事実ではないのか、というとその可能性もありますが、少し引っかかる点があるのも事実です。これから話す内容は陰謀論だと思って話半分で聞いてください。重田が今も存在するという情報を視聴者さんから教えていただいたので、登記簿を調べると、確かに別名の会社が今も現存します。ちょうど倒産した年に、本店移転によって一度登記簿が閉鎖されています。当時は本店移転によって管轄の法務局が変わると法人番号も振り直していたらしいので、一見すると元重田かはわかりません。私が気になったのが、閉鎖登記簿にある役員の名前で、同姓同名で林野庁長官の名前がヒットします。この人物は2004年に落選し、政界から引退していますが、ちょうどこの年に同姓同名の人物が役員に就任しています。仮に同じ人物だと仮定すると、冒頭で紹介した議事録の内容が妙に一致します。鳥をゴルフ場に埋めた、という話があり、地元が県に調査を求めたそうですが、県は、そんな事実はない、と話します。その裏にいたのが黒塗りの〇〇さんという人物で、辞めた言うて持ちからあるわい、という発言から、政界から退いている人物です。林野庁は農林水産省が上部組織ですから鳥インフルエンザの調査について、働きかけることができた人物である可能性があります。ですので、引退後すぐに役員に就任した元林野庁長官、というのは妙に一致するんですよね。バイオテロはありえないにしても研究のために持ち出したウイルスだったり、未承認ワクチンが使用された可能性は捨てきれません。現に調査資料にもそう記載されています。しかし、社長はすでに亡くなっているそうで今となっては真相は闇の中です。最後に、重田のその後ですが、先ほどまだ会社が現存しているとお話ししました。実は現在の住所と同じ住所で別の会社が事業を行っている形跡があり、今は化粧品を販売しているようです。重田動物薬品工業、全員が悪事に関わっていたとは思えませんが、今も関連していると思われる企業は活動しています。かつて悪事を主導してきた人物が関わっていないことを祈ります。以上、バイオハザード研究所について調べた内容を紹介しました。数年前からネットで話題になり、忍び込む人も多くなっているようですが、いろいろな意味で危険なのでやめておいた方が良いと思います。それと、今回紹介した内容は、あくまで個人の憶測に過ぎないので、参考までにお願いします。